疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は今日どこだここは。東郷。東郷。東郷。今日はなんか何？たけし？たかし？たくや。たくや。たくや。いやたけしとかたた行で全部始まってるから分かりづらいんだわ。全員こいつがたから名前つけてるね。カメもなの？カメなんだ。カメたかし。だ。でお前はたくや。はい日本何年目だ今3年目。もう死ぬバリバリだ。斉藤さんに絶対勝つもんな、はい、YouTube で対決してるんですけどちょっと貼っとこうか、はい、YouTube 対決、はい、やっぱり一生懸命やるようなことだな。みんなベトナムの子たちはそうですね。覚えがやっぱあの日本人の若い子よりは早いかもしれない。そうね、もう日本人の若い子やる気が違う。働いてあげとるだもんな日本人はな。そこからスタートするんだ、はい、そこをバチバチに教育していくことから始まるんだでごく一部だわ本当に現場で残れる人間って、うん、なんか軽くね現場だけ行ったら金稼げるみたいな。もうそんな時代じゃないから今ね。昔みたいに単価良くないし、ね、やっと覚えて1年前になってちょっと稼げるかなっていうぐらいだもんな、はい、2,3 年一生懸命なら本当こいつらみたいにできるようになると思うんだよな。はい、じゃあちょっと今日はこれを曲げる話だな。そうです、うん、曲げる話で、あのこうやって曲げるんだよな実際に。こうやってね実際に曲げるんですけど、何これ手作業で曲げとるの？手作業ですね。うん、ライターかなんかで曲げるわけだ。ライターとかで。そういうことだよね。人によってやり方がなんか違うんですけど、うん、こういうカッターで切れ目入れてでライターで炙って曲げる人もいるし、うん、僕らはもうこのまま直接ライターで炙って自分の好きな角度にして、ああしてやっていくわけだ。でそういうのをまあ今だから結局こういうのはこういう狭いところとか用に曲げたいわけでしょ。はい、そうです。そういうことだね。でそれをちょっと今日じゃあやってみようということで今挑戦するんですけど、まあ、塗装職人さんなんかがまあこれからシールに挑戦したいとかだったら覚えやいいけどね。はい、じゃあちょっと1個やってもらう前にちょっと1個告知だけさせてくれる。その10月の12日に近藤名古屋でセミナーやりますんで、ホームページに書いてあるからね。詳しくはまあホームページ でそれ懇親会で6時から飲み会ありますんで、みんなでご飯食べて来るまあ俺が来いって言うと思うんだけど多分まあ何人か YouTube で撮る精鋭部隊でちょっと行って、はいはい、懇親会みたいなやりたいなと思ってますんで、はい、ぜひね、まあ、経営者じゃなくてもね、これから、社長になりたいとかそういう子もどんどん来てくれればいいと思います。でもう一個告知がある。 Twitter か Twitter で今ネタがなくてどういう、ね、動画見たいかなっていうのを募集してるん で採用されたらなんかね、動画の中に誰々さんの動画ネタとかそうやってちょっと入るのと、あとプレゼントで500円ぐらいかな多分。まあ今ちょっと今日の段階では決まってないんだけど、これが放送された時にはもうやっとるんで、ツイッターで検索してもらったら二階道場で検索で出てくると思いますので、で優秀賞にはなんかいくらみたいなことやってますんで、ぜひ参加お願いします。協力してね。はい、じゃあ本題行ってやってみましょうか。はい、じゃあ実際に何だ？たけし？たくや、たくやに挑戦してみましょう。本名なんだ？クエット？はい、フィリピン語じゃない、ベトナム語でちょっと本名言って。年齢と、わかる？名前、年齢で、家の、町の名前、どこどこから来ましたみたいな。はい、うん、OK、ベトナム語だな。ベトナム語でいい。シンチャオ、トイラ、クエット。Năm nay tôi 25 tuổi, tôi đến từ Hà Tĩnh. OK. はい。急に出てこんのかやっぱ。急に出てこんのかなやっぱ。俺らも英語とかずっと喋ったら日本語出てこないんかな。かな。もういいかそれは。はい、じゃあちょっと挑戦してみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。こうやってね、まあまず炙っていくんだ。そうですね。うんうん。2回目だと難しいだろう。手靴だね実はこれ。だからでも炙るんだ。そうですね、うん、炙って、うん、色がやっぱちょっと透明になってくるんで、うんうん、溶けてきたらこう、ちょっと見にくいと思うんですけど、うん、で、うん、透明になってきたらもうちょっと、ま、曲げる、うん、曲げて、うん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 、溶けていく、うんうん、曲がります、うん、あー曲げるんか。おなるほど。でまだちょっと透明になってるもんで、うん、手これ離しちゃうともうちょっと戻っちゃうんで、うんうん、で今日結構足場狭いもんで、うん、結構角度が曲がったやつ
あ、欲しいもんで今作ってるんだ。はい、作ってる。これちょっとこう、こういうふうにちょっとカメラ向けてくれる。うーん、あー、もうこれもういいの、話いいの、はい、はい、これね、いい、はい、はぁ、でこれをこの、切るわけだ。切ってる、うん、はい、じゃあ実際のちょっと打つとこ、じゃあ撮ってみましょう。はい、これさっき作った曲がりの図なんですけど、うんうん、本当はこっち面打ちしてもらったら分かるんですけど、うん、こっちちょっともう、ね、足場が狭かったり、もうこっち狭いでしょ、足場が。もうこんな感じでしょ、足元をちょっと打つ、うん、そうそう、これ狭いでしょ、ちょっとやりにくいもんで、もうこれ縦地も真ん中に立ってるでしょ、すごい狭いで、これ改修だけだもんな、新築はこのトイがついてないんだわ、シーリング打ってからトイつけて、だけど今回こうやってここ全部打たなかったでしょ、このトイがあるでしょ、これの裏は大変なんだよな、そうそうそう、で、まあちょっとこっちでやろうか、ちょっと取りづらいからこっちでやろうか、これがまっすぐやったら、多分この角度になってくるんです、これがまっすぐやったね、チューブがね、まっすぐやった、ガンの向きが、うん、だけど、その狭いところで使いたかったもんで、うん、まあ、こうやって横から打てるし、うん、こうやって下からこう立てて、あー、そういうことね、曲がっとる分ね、まっすぐできるんで、あー、そういうことね、角度をこいつに向けれるもんね、その分、はい、なるほどね、なので、一応このちょっと曲がったノズル、うんうん、さっき作ったわけで、あー、そういうことね、まあ本当はここはもうちょっと広いであれだけどね、撮影用にやっとるけど、お、ちょっとまあ緊張しちゃうんじゃない、いいか、いいですか、はい、でちょっとここもやろうか、でこれ回収に一応ね、トイバンド外してあるんだけど、これちょっと映っとる、トイバンド外しとるんだけど、こういうところもね、外しとるんだけど、まあある程度これぐらいのクリアはあるんだけど、もうこれスカスカなのもあるかな、ここが。これほんと大変だよな、こういうところは。はい、こんな感じですよね。要はもうここ完全に曲がってなかったら、もうこれはできんよね、絶対に。絶対的に無理だよね。だからチョークとかで、その表面に材料を置いていくことは多分できるんですけど、うん、ちゃんと中まで中まで入れることがやっぱ偉いよなっていうことだよな。で、結局はこれ新築の時はこいつがないからね、基本その順番にやっていくから。だけど改修の時はこういうのが全部もう邪魔もんがいっぱいあるんだよな、足場だけじゃなくな。そうですね、こういうのもう回収台全部取るわけにいかんじゃん。これバンドだけは外しとんだけどってことだよね。はい、はい、じゃあ今日はまあためになったと思います。塗装の職人さんにも、主任の職人さんにも、たけしにも、たけしも、もうたたばっかりやめてくれましたよ、おうち。たり、あと何、あと何がおんの、たかし、たけ、あと何がおんの、ひろし、ともや、ともや、ともや、ベイビー、ベイビー、ベイビーおんの、ヤドカリ、ヤドカリはもうお前めちゃくちゃやろ。せっかくなんでまたいいねとね、チャンネル登録、チャンネル登録するとなんか動画が勝手に告知が来るんだろ、こんな動画上げたよっていう告知が来るらしいんで、ぜひチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。またねー。